スカビフィカスウェーデン語レッスンまたやってまいりました、はい、元気ですか？元気ですか？あ、元気です。夏バテもせずに、はい、あ、ね、まだですまだまだまだこれからかもしれない。何々くださいの言い方、今日は教えてくれてるんですね、はい、そうです。なんかスウェーデン語で、うん、ありがとうとくださいは同じ。ほうほう。タッキー、タック、はい。まあ、英語はあの please と thank you でしょ、うん、あのスペイン語は gracias por favor、うんうん、それでもタックタックタック、ほうほう、タック。例えばじゃあ、じゃあ例えば、パンくださいか。さあ、はい、じゃあ、すごく簡単だけど、ブレードタック、ブレードはパン、はあ、ブロードタックはこの場合はあの、うん、ください、はあはあ、ブロード、ブレッドプリーズ、プリーズ、はい、ブロードタック で、その後、その後ありがとうっつってタックってもう一回、そうそう、もう一回タクソミケット、ありがとうございます。じゃあもうタックをしときゃもう普通の生活はできるかもしれない。そうですね、タック、全部タックで、タック、タクソミケット。お店に入った時は、お店に入った時は何も言わない、何も言わない、うん、で、でも、うん、まあこのやり取り、あのレジで、はいはい、じゃあカニャ4、カヤフォーはなんかもらえますか、カヤフォー、うん、じゃあカフェだとカヤフォー and コーカ、うん、ケーキを、うん、ください、うん、じゃあでそのレジの人は、うん、じゃあデブリーレ、うん、ティオクムルタキ、うん、10クローナーになります、うん、でそしたらまあお願いします、あのください、うん、ああでまたタッキーだから3回も、まあ、タッキーはい、はあはあ、じゃあプリーズの意味とね、センキューの意味、そうそう、両方あるね、もうタック便利かもしれない。確かにね、本当に何とかタックって言えば、うん、ね、何とか、そう、何とかプリーズみたいな感じ、まあ、タック、ありがとうだとは最初に行く、うん、タックで、くださいは最後に、最後に、はあはあ、じゃあ何とか、あ、ブロッド、タック、ブロッド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 、タックで、タック、もう一回言ってタック、はあ、タック、タック、タック、あー、だけでいろいろ言えるってことで、なんとかください、はい、スウェーデンの、はい、普通は買い物はスーパーですか、そういうなんか さっきこの間言った肉屋とかそういう専門店、あー、まあ、スーパーの中でなんかその魚、うん、生というか生で売ってるやつとか、魚の、ね、魚売り場、肉、うん、肉売り場、でもなんか全部でスーパーで、全部スーパーで、あー、まあ、都会とかはなんか市場とか、うん、もう全部スーパーに近くにでっかいスーパーがあって、そうですね車で行って、うん、はい、ビオの家の近くにはある、うん、あります、あの、うん、2つもありますチェーン店、チェーン店、はい、一番大きいチェーン店の名前は、一番はイカかな、イカ、イケアみたいな、イカイカイカ、うん、あとコンスーム、あーコンスーム、コンスーム、コンスームってそれヨーロッパ中にあるでしょ、コンスーム、スペインにもね、うん、ね、あのスペインにもあって、うん、うん、コンスーム、そうですね、この2つはあの他にもありますけど、うん、この2つは、まあ、あの僕の、うん、ふるさとで、ふるさとしかないけど、もうなんか、ね、大きいとこって、ね、そうですね、じゃあみんなそこで買い物をして、コンビニはあんまり、うん、あの、うん、まあ都会とかあるけど、うん、そんなにない、じゃあ24時間のコンビニとかはもうあんまり、まあ、ヨーロッパあんまりない。まあ、コンビニはなんかなんていう、うん、あのガスステーション、うん、あーはーはーはー、コンビニとして、はいはいはい、いろんなもの売ってる、はいはいはい、それは、うん、ガソリンスタンドになんかついてて20時間、うん、まあ、ちょっと物が買える、ね、はい、まあ、普通にはあんまりはない、あんまりないです、うん、そうですね、なんか、うん、まあヨーロッパはねあんまりそういう日本みたいになんか全部24時間で、日本便利すぎますにもうコンビニは 何軒もなんか、そうコンビニは多いよね、マクドナルドも24時間だし、なんか、ね、あれ外国人結構びっくりするんですよね、そうです ね24時間、うん、ほとんど全部24時間ですよね、あの往復じゃなくて、あの洋服、うん、洋服も、うん、ジーンズメイトとか、ああ確かに、そう、でそういうのはお店は24時間なのに
はい、あの終電は結構早いってね。そうですね。それが意味わかんない。だからバスも終わっちゃうし、はい、ね、意味がわからないって。そうですね。ね、結構ヨーロッパとかだと結構20時間ね移動はできるっていうバスもあったり。そうです、なんか、うん、なんていう、まあ飲む時に、うん、まあなんか2時とか3時、うん、飲みたいでしょ。うん、日本は5時までか。そうそうそう、それはそれはかなり違うっていうね。1時までか5時まで飲むかは全然違うっていうね。そうそう、まあ1時までだったらいいけど、場所によってはね11時半とか12時ぐらいにね終電終わっちゃいますからね。はい、じゃあそういうそういう違いもあるね。まあ面白いです。また次回よろしくお願いします。お願いします。